はい、こんにちは、ニャンスーです。2020年夏、徐々に梅雨明け間近となりました。今シーズン久々のカブとクワガタ探しに来てます。ここは去年ミヤマクワガタが、見つかったホラの木来てます。愛知県名古屋市周辺、ちらっと見たところコクワっぽいのがいました。サイズはそんなに大きくはないですが、ここに2匹ちょっとほじってみます。出るかな。うわ、ちょっと出ないかな。これまあここは結構コクワもノコギリもいるとこですよね。あれ、コクワが結構動きが素早いですね。やっぱり臆病っていうか、あんまり他のクワガタとも戦わない、逃げ足の速いやつ。いや、取れねえなこれ。ちょっと諦めるか。おりゃ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 、ちょっと出ないですね。こっか。いや、これ挟まるな。ちょっと諦めるか。あとはここの上にも、中にも一匹いました。コクワ、これもさっきつっついたら出てこれなくなっちゃったんで、ちょっと諦めます。で、この裏にも子らがあって、ここはいないか。蟻だらけ。まあセミもいっぱい鳴いてますね。日暮らしも、あ、なんかいるな。これはなんだ、これ前と一緒かな。これは米つきバッタみたいなちっちゃいやつですね。これはいいか。うわ、出てきた。うわ、飛んだ。これか。これ何、なんだろうな。調べてみよう。めっちゃ動き早い。米つきなんとか。めっちゃ飛びそうですね。首がグワングワンしてる。結構あとは草むら、この木の下とか。あ、またこれも貫通してるな。やっぱ食べられたのかな、なんかの羽のやつ。ああ、これもだ。これ、カブトかな。お、これ、ボロボロだな。他にもいるか。お、なんだこれ、マジか。お、お、お、筋？ん？コクワか。これはコクワ。あ、違うな。これ、スジクワだな。ん？コクワかな？コクワかもしれないですね。コクワ。コクワっぽい。結構、スジクワ、あ、まだ埋まっとる。うわ。あ、これ、ノコギリだ。埋まっとるし。これ、ノコギリの、小さいやつですね。チューバ？違うな。ちっちゃいやつ。結構いるな。こんな埋まっとんのか。なんか出てくるかな。あ、これ完全にカブト。さっきのか。あれ？お、なんだこれ。何これ？
え？死んどる。でか。何これ。うわ、めっちゃアリがおる。アリに食われとるやん。これ何？アリに食われとるけど。めっちゃ綺麗やん。これ、でか。ん？これ、ドクワか？何これ。オクワだ。硬っ。何これ、めっちゃ軽いし。オクワ？ここいるの？オクワ。何これ、誰か捨てたんか。オクワじゃん、でかっ。びっくりした。めっちゃ近いところで鳴いてるし、日暮らしめっちゃ近いところで鳴いてる。びっくりした。これや、これ日暮らし。めっちゃ近いってびっくりするわ。すげえな、オクワいるのか、ここ。これでもだいぶ前に死んでんのかな。いやいや、でも体がくっついとるけどな。いいじゃん、これもオクワか。いや、こんな、いやいや、でも一緒だな。でもいや、これカブトやろ。でかいな。マジか、オクワめっちゃすごいやん。でも瀬戸とかにはいるって聞いてますよね、昔捕まえたよって。うわ、アリがいっぱいだな。あ、これはコクワか。コクワのちっちゃいやつ。相変わらず動きが早いな。うわ、びっくりした。何？うわ、なんか、ちょ、ガガッ。うわ、ここは。あかん。踏んでまう。これは、貝からノコギリかな。っていうか、めっちゃ見つけれるやん、ここ。なんや、これ。めっちゃおるやん、いろいろ。しんどるけど。うわ、でも蚊がすごいな。あ、あれ、でかいコクはいなくなっとる。どっか行ったな。ちょっと大きかったんだけどな。この辺のはもう小さいですね。30ミリぐらい。あれ？何これ？これもアリに食われて、うわ、アリ、めっちゃアリやん。何これ？ん？オクワ？なんだこれ？何？よくわからん。マジわからん。なんでこれ2つある？あかん。ちょっと写真撮っとこう。ちゅうかも蚊がめっちゃおるけど。これ何食う？いや、でかいからな。平田とかって何系なの？ドルックス系とかやんかな。めっちゃツルツルやん。平田かな。平田。いやー、ちょっとよくわからんな。でかいな、でも。何これ。これ外国産かな。なんじゃこりゃ。角が2つある。角っていうか、先端のあれが。
わあ、めっちゃ樹液の匂いしてきた。うわ、めっちゃ怖いな、ガバ。キムシもおるし。何ここ。外国さんが、日暮らしうるせえな。外国さんが、あれかな。生きたのかな。お、びっくりした。これ何、何どっちかな、ノコかな。あ、ちょっと分厚いな。ん、でもコクワか。あ、でも体でかいな。ちょっと分厚さあるからね。ノコか、スジクワかな。スジクワとかこう足見てもわからんな。結構ツヤツヤだな。ヒラタかな。ヒラタならもうちょいでかいかも。ちょっとわからんな。まあコクワがいるからコクワか。結構なんだこの中に。まあ結構根元にいるっていうのは。あ、コクワはあれか。結構根元にいるか。あ、これはノコギリの死体かな。すごいな、でも。毎年来てるけれど。でもここはノコギリはいないけど。すごいな。すごいな、なんか踏んじゃいそうだな。やっぱり夕方はすごいな。やっぱりクワガタとか採取は夕方。あ、びっくりした。うわ、ボロボロだ。ノコギリかな。あれ、ノコギリか。ミヤマか。え、これ去年のミヤマかな。うわ、めっちゃ穴開いとる。貫通しとるやん、ここ。これ、あ、でもノコギリかな。ミヤマはもっとギザギザしてんのかな、確か。これミヤマかな。ミヤマじゃない、ノコギリか。結構でかいな、これ。あー、結構、あ、なんか出てきとる。ん？あれ？どっか行っちゃったかな？なんかメスの、なんかいたな。入ってっちゃった。すごいな。あれ？なんかどんどん出てきそうだな。まあ、ここは樹液も出てるし、ホラになるから結構いるのかな。すごいな。いやー、でもこれ斜面だからだいぶ雨とかで流れてきてるよな。
すごいな。うわぁ、びっくりしたもん。またガナナ、めっちゃ来た。ガナナか、これ。チョウチョウか。何これ。怖いわ。何チョウチョウ。何チョウチョウ。もうあんまりガとか好きじゃない。怖いわ。いやぁ、これすごいな、それにしても。ただめっちゃアリに食われとるけどな。これもだっちゃう、これと。すごいいっぱい見つけた。墓場やな、これも。これ奥若な。でかっ。でかいな、これは何なの。ちょっと調べてみよう。平田かな。これはノコだな。すげえ。初オオクワ。お、アリが食っとる。こんなアリも食べるんか。すげえな。めっちゃアリ来とるわ。うわぁ、びっくりした。他にもおるのかな。いやぁ、びっくりした。この木すげえ。こんだけ見つけた。ノコでかいな。ノコかな、これ。ゲラでかくね、これ。すごい。でも頭貫通する。やっぱ鳥とかに食われとんのかな。こんなの。よし、じゃあ次のポイント行ってくるか。よし、じゃあまた。以上、ニャンスーでした。バイバイ。